アドリア航空のダッシュ7デハビランドカナダ DHC-7 とは、カナダのデハビランドカナダ社が開発した旅客機。通称はダッシュ7である。短い滑走路でも離着陸が可能なエストール性を追求したため、同規模の旅客機では、異例のターボプロップエンジンを4発搭載した機体であった。1975年から1988年まで生産され、 創生産機113機、デファビランドカナダ社は、前作 DHC-6 ツインオッターで20座席級のコミューター機市場の成功を収めていたが、1970年代になると環境問題への関心が高まり新たに厳しい騒音規制がかけられるようになり、また DHC-6 クラスの機体を運行していた航空会社が成長しさらに大型の機体を、 必要とし始めていた。そこで、同社は、従来のターボプロップ機よりも低騒音かつ短い、滑走路から離着陸できる50石級の大型の機体を開発した。それが DHC-7 であった。DHC-6 のバージョンアップ版とも言えるが、様々な技術的改良が施されている。DHC-7 は、DHC-6 のエンジンを、 総発から4発にした上で、プロペラブレードを改良し、客室の余圧化、引き込み足やドーサルフィンのついた大型の t g 尾翼の採用などの改良を施した。エンジン排気口は主翼上面にあり、騒音軽減に注意が払われている。開発は1972年に始まり、1975年3月27日に初飛行した。 1978年2月3日にアメリカ合衆国のロッキーマウンテンエアウェイズによって路線就航した。しかし、エストール性能を備えたコミューター機の需要は予想を裏切って少なく、1988年までに113機が生産されたにとどまった。さらなる性能アップ型である DHC-7 から200シリーズの開発も検討されていたが、 1988年にデハビランドカナダ社がボンバルディアに買収された際に今後 DHC-7 の生産は行わないとして生産終了した次世代のコミューター機が出現し4発機は製造コストも整備コストもかさむという欠点があったためである2006年8月現在も71機が世界各国の航空会社で活躍中であるなお 軍用型もいくつか提案されたが、軍用機として採用したのは、カナダとベネズエラ、そして、o、O-5 の名称で、電子偵察機として採用したアメリカのみである。後継機種として現在、ボンバルディアが生産している、DHC-8 がある。ありがとうございます。